分離主義者が主張するイベリア半島の民族分布。この論に立つ場合、スペイン人は諸民族の大部分を統合する概念となる。アラゴン人はイベリア半島の中央部から北東部にかけての歴史的な領域であるアラゴン地方に居住するエスニックグループまたは民族。その言語はアラゴン語と呼ばれ、その中世語は中世においては アラゴン王国の全領域で話されていたが、今日では高アラゴン地域で、主に高齢者によって話されている。母語ワ社人口は、数千人から数万人と言われ、絶滅の危機にある少数言語となっている。今日の大部分のアラゴン人の母語は、カスティーリア語のアラゴン方言である。東部のカタルーニャ州との境界地帯にある、細長い大城地域では4万7千人余りの人によって、 カタルーニャ語が話されている。彼らの話す言語はアラゴン語と呼ばれ、俗ラテン語から直接派生したロマンス系言語と分類されている。その名が示す通り、中世、近世に成立したアラゴン王国という国家による集権化が言語の文化と発展をもたらし、かつてはアラゴン領のほとんどで用いられていた。スペイン語とは別言語であるが、 フランコ独裁時代に厳しい弾圧を受けて衰退に追い込まれ民主化後の現在では数万人にまで話者は減少させられた。大部分のアラゴン民族に属する住民はスペイン語の使用に追い込まれ隣接する同じスペイン語と対立する地方言語であるカタルーニャ語の侵食もあり、アラゴン語の母語和社は危機的な状態にある。それでもアラゴン語はスペイン語のアラゴン方言における イントネーションと濃い面の特徴として生き残っている。スペイン民主化憲法制定後もアラゴン州での文化保護は遅れており、未だアラゴン語を地方公用語に定めていない。ありがとうございます。